始めます。山口県から参りました株式会社徳山コーヒーボール光店森本雅美です。本日はパナマボケテ地方の豆を使ったコーヒーの入れ方のご説明をいたします。私たちのお店ではコーヒーの抽出はペーパードリップに加えエアロプレスを3年前から取り入れました。エアロプレスならではの抽出した時に感じる甘さ、この甘さを家庭で一番普及しているペーパードリップでどこまで表現することができるのか、そして心地よいふくよかさと豆のキャラクターを感じることのできるベストポジションを探すこと、これが今の私が表現したいコーヒーです。この豆の産地パナマボケテ地方はバル火山ふもと標高2000メートルに位置します。山からの山からの清流にはニジマスが生息し、地元ではニジマスを使った名物料理や、ラフティングなどアウトドアスポーツのツアーなどが人気なようです。皆様は山で渓流釣りなどされますでしょうか。焙煎はシティロースト、精製はメカニカルウォッシュ。通常ウォッシュの精製過程では発酵槽につけることによって大量の水を必要とします。その水には炭酸ガスが含まれますので、処理しない排水だと水槽汚染の原因となっているようです。このコーヒーはメカニカルウォッシュで精製されることによって水質汚染を抑え、清流を守り、環境に配慮したサスティナブルでありながらかつユニークなコーヒーとなりました。本日はこのようなコーヒーをご用意していただいた大会の皆様に感謝いたします。ブラインドした粉はこのように茶こしで微粉を取り除くことにいたしました。微粉末による過抽出を防ぐためです。お待たせいたしました。まずは B の抽出からです。使用いたしますドリッパーは円錐の形と大きな一つ穴が特徴のハリオ V60 にいたしました。注入するスピードによって味を調節することができるからです。ミルはカリタのネクスト G を、コンパクトな大きさながら低速回転でメッシュが安定しています。吉川のハンドドリップは注ぎ口からのお湯が一定量で出るところが私はとても気に入っています。このパナマボケテ地方のコーヒーの魅力を引き出すことのできる最適な湯温は85度目安といたしました。それは優先したい甘さを引き出し、ネガティブなフレーバーを抑えることができたからです。このコーヒーの持つ力強さと甘さのバランスが取れたカップとなり、少し冷めた頃黒糖といった甘さを感じていただけると思います。湯温が高いと香りを引き出すことはできましたが、ザラつきなどを抑えたいものを感じてしまいました。そして湯温を下げたことによって物足りなさを感じることのないようにするために、仕上がり 330cc に対して粉量を 37g にいたしました。
メッシュはネクスト G7 つ目にいたしました。この抽出は1等で抽出した時と2等で抽出した時では口当たりを軽く感じてしまい、4等で抽出した時にはボディを強く感じてしまいました。心地よいふくよかさにするために1等 110cc ずつを3等で抽出いたします。抽出のレシピなどがございます。 A の抽出の準備の間どうぞご覧くださいませ。抽出です。仕上がり 180cc に対して粉量を 24g にいたしました。メッシュと485で目安は B の抽出と同じです。それは温度によるコーヒー成分の移動の中で E と同じ味覚を引き出したかったからです。1等 60cc ずつを3等で抽出いたします。抽出量の少ない A はハリオ V60 ドリッパーの特徴を生かして E の抽出よりもお湯をゆっくり注ぐことによって味を調節いたしました。このコーヒーを飲んだ時、飲み口に感じたジャスミンのような華やかさが私には印象的でした。マウスフィールにはクリーミーさを、アシディティに明るいグレープフルーツを感じました。アフターテイストには少し冷めた頃、シナモンを思わすスパイシーさ、そして黒糖、キャラメルといった甘さを余裕を持って感じました。私は A の抽出も B の抽出も落ち切ったら仕上がりにいたします。このようなことを思いました。これから先、例えば10年後、おいしいと思われるコーヒーの味覚の評価が変化があるかもしれません。そして初めて目にする抽出器具を手に取りワクワクしているかもしれません。私の役割は山口県で暮らしながら時代に沿ったコーヒーを毎日楽しみ、そして誰が飲んでも美味しいと思っていただけるコーヒーを地元の皆様に発信していくことです。お待たせいたしました。抽出 B、抽出 A です。
礼いたします。 B の抽出、A の抽出です。失礼いたします。 B の抽出、A の抽出です。どうぞお召し上がりくださいませ。終わります。